カツさんの本格クッキング。今日は名古屋地区で有名な給食でおなじみおぼろ味噌麺をご紹介していきます。まず玉ねぎをみじん切りにしていきます。おお。今回は包丁をしっかりと使っていきます。へえ。細かくみじん切りにしていきます。こんな切り方をすると楽にみじん切りができるんじゃないでしょうか。人参も細切りにしていきます。準備はいいかな。ひき肉はたっぷり準備してください。ひき肉を炒めます。こんにちは。ひき肉はしっかり炒めていってください。おぼろ味噌麺は私の小学校からの給食で思い出の食事になります。へえ。懐かしいご飯ですね。小学校の時はソフト麺におぼろ味噌麺をつけて食べるのが楽しみでした。この気持ちは名古屋近郊にお住まいの方ならわかると思います。余分な油を吸わせます。肉からはたくさんの油が出ますよね。玉ねぎと人参を加えて炒めていきます。玉ねぎが半透明になるまでしっかり炒めていってください。塩コショウで味付けをしてください。水を加えます。いよいよ茹でる作業になります。赤味噌を溶かします。味噌の濃さは個人差がありますので、味見をしながら濃さを調整していってください。砂糖を加えます。給食は子供用だったのでとっても甘かった記憶です。こちらも適宜分量を調整していってください。水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。必ず沸騰しているところに片栗粉を入れてくださいね。具はお好みで、今回はグリーンピースとコーンを入れてみました。私が食べた給食ではグリーンピースとちくわが記憶されてます。よって今回はアレンジ版になりますね。いい香り、懐かしい香りが漂ってます。出来上がりです。本当は銀食器におぼろ味噌麺を置いて麺は別でつけながら食べるっていうスタイルなんですけどね。今日は家庭で食べるのでこのような形にしてみました。カツさんの簡単クッキング。次は学食で食べた冷やしたぬきです。市販されている乾燥のそば麺を準備します。こちらを沸騰したお湯で湯がいていきます。今回は大盛り2人前2束です。適宜かき混ぜながら湯がいていってください。今回は冷やしで食べるために少し柔らかめに湯がいた方が良いかと思います。
時々確認していきます。ザルで湯切りして水洗いします。麺は冷やすと締まっていくので、冷やしで食べる場合は少し柔らかめに湯がいてください。そばをよく洗います。では盛り付けに行きます。お皿にそばを移して、見栄えよく見栄えよく、お好みで山菜を加えます。冷やしたぬきですから天かすを加えます。さらに刻み海苔で飾り付け、わさびをちょこっとつけて、めんつゆです。今回は正しい使い方ですね。出来上がり。冷やしたぬきです。これね、学食で食べたんですけれども、1杯200円もしなかったかなっていう思い出です。カツさんの簡単クッキング、今日はこちらの商品をご紹介していきたいと思います。作り方は裏面に記載されています。日本ハム様から出ている商品です。オムライスがね、簡単にできるそうですよ。楽しみですね。こちらの商品と卵2つでできるそうです。では試していきます。袋を開けます。すると中に味付けされたご飯が入っています。へえ。そこを広げます。そしてこのご飯を下に押し込んでいきます。この線よりも下にご飯を押し込めていきます。ここでオムライスのご飯の形を整えていきます。こんな感じかな。ここね、そこそこ重要な工程みたいですね。卵を割っていきます。卵を溶いていきます。裏面を見ると、ふわふわ卵にするには牛乳を入れた方がいいと書いてあったので、牛乳を少し足していきます。こちらを半量を袋の中に入れます。卵1個分ですね。ずれちゃった。こんな感じになります。これで本当にオムライスになるんでしょうか。ジップロックを閉じていきます。500ワットの電子レンジで1分50秒、600ワットで1分30秒加熱していきます。できました。まだなんか固まってませんね。ここに残りの卵を投入します。こんなんでできるのかね。再びジップロックを閉じて加熱します。出来上がりです。熱々です。ではどうだ。おお。一応包んでありますね、卵に。ちょっと形が長方形になってしまいました。ケチャップをトッピングしてちょっと飾ってみます。すごく簡単です。出来上がり。
カレー風味で美味しかったですよ。